今回はですね、パノラマジンバル雲台というのを買ってみました。非常にね、頑丈な作りになってます。ちょっとちっちゃいね、三脚には乗せられないかな。で、こう動くんですけどね、これがこう動くんですけど、これも動くし、まあ当然こうも動かせます。で、ここのね、高さも変えられます。で、クエクシがついてますので便利なんですけども、送ってきたんですけどもポロッとこんなのが落ちてきたんです。こういうのがね、こういうのがポロッと落ちてきました。で、よく見たら、これ何なんですかね、私の目ではよく見えません。ネジ何度かな、多分ね、ここのクイックシのこれの、ここのね、留め金だと思うんです。留め金っていうか、これはマイナスとか硬化とかね、そういうのでこうぐるっと回して締めるんですけども、これをがここについてたんじゃないかなと思うんですね。こうやってで、ぐるぐるっと硬化とかなくてもこれで回して止められると思うんですが、最初からこんなして取れてるんでですね、これはめられるのかな、ネジになってるのかな、私の目ではネジになってるのかどうかわかんない。こう爪で引っかいてみてもツルツルみたいな感じなんですよね。ただ入れてあっただけなのかな。でもそのこのピンがね、一つしかないんですよ。多分両方にあったんだろうと思うんですが、一つのピンだけじゃどうしようもないでしょうから、もう外れてたんで、もうそのまま外してね、こんな袋に入れて置いてます。ネジじゃなさそうなんですよね、袋に入れてね、どけてます。まあどっちみちね、このマイナスになってるんで、硬化とかね、そういうのでこうぐるっと回して締め付けられるんでですね、別に最初からついてなかったんで、最初からなかったもんだと思えばいいんでしょうが、最近はね、私アマゾンで結構買い物するんですが、不良品が多いですね。なんかね、10回買って2、3回不良品に当たってますね。まあその都度ね、自分で修理をしたりとかして使ってます。アクションカメラも3台買ったんですけども、最初赤楚買ってね、赤楚も最初ちょっと おかしくて問い合わせをしたら、リセットをしてくださいだったかな、リセットをかけてみてくださいということで、リセットをかけたらちゃんと動くようになったんですよ。次に買ったのがウイミズ Q1 を買ったんだけど、これはもう何の問題もなくちゃんと動きましたね。で、次にですね、 HC クール何だったかな、HC クールだったかな、 HC7000 っていうのを買ったんですけど、これはもう最初からね、もう映像が撮れないし、ファイルは壊れてるし、どうしようもない、アクションカメラでしたね。で、なんでそうなるんだろうと思って、自分でいろいろ突き止めたりとかして YouTube に上げたんですけどね、当然メーカーにもいろいろ何回もメールでね、やり取りしたんですけども、もうメーカーは SD カードが悪いと言うんでですね、もうこれ以上話しても無駄だなと思って、自分でいろいろこう試行錯誤しながら、なんとかファイルがね、壊れないようにはなったんですけども、ファイルは壊れなくなってちゃんと撮れるようにはなったんだけど、まあ映像がむちゃくちゃです。それで撮るとね、もう編集にもむちゃくちゃ疲れます。なんであんななるんだろうなと思って、
ファームウェアのせいじゃないですかとか書かれたりもしたんですが、ファームウェアのことはねちょっとわかんないしね、ど素人のじっちゃんですのでね、できることなんてもう限界があるんですよね。でまあ自分でできることをしてこうこうこうしたらファイルの破損は防げますよとかっていうので YouTube に上げたんですが、なんかメーカーからクレームみたいなね、なんで YouTube に上げるんですか、メールが来ました。わけわかんないですね。困ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃるんですよね。いろいろ書いてあるんで、ファイルが壊れるっていう、ファイルが壊れてた、再生もできない、どうしようもないっていうのが結構多いんですよ。でまあ私のアクションカメラもそうだったんでね、こういう対策を取ったらファイルは壊れませんよっていう動画を上げたんですが、なんか気に食わなかったのかなという、横道にちょっとそれちゃいましたけどね。これも不良品になるのかな、一応商品レビューを書かないといけないんだけど、あんまり悪くは書きたくもないし、かといって嘘は書けないしね、ありのままをそのまま書けばいいのかなとか思うんですが、ありのままを書くとね、商品レビューを削除してくれとかね、なんかよくわかんないですね。何のための商品レビューなんだろうと思いますけども、ありのまましか書いてないんですけども、それでもファイルを削除してくれとかね、メールが来たりとかしますからね。もうありのままを書いた方がね、買われる方が参考になると思うんですけどね。ということで今日はパノラマジンバル雲台というのを買ってみたんですけども、一部不良がありましたでいいのかな。まあこれはね、不良っていう不良、不良っていう不良なのかな、不良っていう不良、まあ元々の商品からしたら不良品は不良品なんでしょうね。まあでも使うのには問題のない不良品でした。以上ありがとうございました。